痩せたって言っても、もう年も年だからさ。大病したわけでもないし、病気だとかいう奴がいたら、バカたれ。元気だ、と言っといてくれよ、笑。画像、激痩せ姿が憶測を呼んだ、大貞春で、での張本勲夫氏。外野の矢次にこう、かつ、を入れるのは、野球評論家の張本勲夫氏、83、だ。杖をついて歩く姿に心配する声が相次ぐ。 通算3085ダーの NPB 最多記録を持つ日本球界のレジェンド。2021年末まで20年以上にわたり、日曜朝のテレビ番組、サンデーモーニング・ TBSK のスポーツコーナーで、週刊後意見番を務めた。忖度なしの批評、かつやあっぱれは、長年同番組の名物として知られた。 その長本氏が久しぶりに公の場に姿を見せたのは5月28日、巨人の球団創設90周年を記念した、大貞治での始球式。鋭い眼光は変わらぬものの、異常部ぶりが影を潜め、杖をついて歩く姿に、激痩せを心配する声が相次いだ。現在も自宅でプロ野球の試合をテレビ観戦。レジェンドに何があったのか、早速ご本人に尋ねると、 冒頭のように世間の勘ぐりを笑い飛ばし、気前よく取材に応じたのだった。腰を痛めたんだよ。この春に手術して、もう治ったけどね。筋肉が元に戻るのに、入院期間の3倍くらい時間がかかるらしくて。今は杖をついてどこでも出かけるし、酒もバンバン飲んでる。ピンピンしてるって書いといてくれ。じゃあ、何でも聞いてくれい。 現在も自宅でプロ野球の試合をテレビ観戦しているという張本氏。今は投稿だて、バッターには全体的に物足りなさを感じるね。巨人の岡本和真なんかはあんなもんじゃないよ。毎年50本はホームランを打てる打者。ヤクルトの村上宗隆も三冠王を取ったけど、まだまだいける。ワンちゃん、王貞治。 みたいに何度もタイトルを得るのがいいバッターの証です。怪我をしないためには徹底した練習と自己管理しかない。通算安打数の記録保持者として現役最多安打の巨人の坂本勇人はどう映るか。坂本くらいの選手は出したり休ませたりせずずっと使わないとな。俺の記録、今35歳で2300本台か。 今の状態だと難しいだろうと思うが頑張ってもらいたい。日ハム、巨人、ロッテを渡り歩き、23年間の現役生活を送った張本氏は、昨今の主力選手に故障者が多いことを気にかけている。怪我をしないのが一流選手の条件。それには徹底した練習と自己管理の2つしかない。今の選手は試合が終わったら、すぐ遊びに行ったり、ゲームしたりする人が多いじゃないの。 そういうのはシーズンオフにできる。シーズン中は、明けてもくれても、野球のことだけを考えて過ごす。それが結果として選手生命を伸ばすんですよ。今も二刀流には反対、それでも張本勲、83、が大谷翔平に、